専用ド山本生活院の八代です。今回はガチガチに硬くなっている股関節を柔らかくする方法3選についてご紹介します。股関節の硬さがあると歩行や立ち座りの時に痛みが出やすく、また腰痛の原因にもなりやすいです。前屈がなかなかできなかったり、硬い体を柔らかくしたいという方はぜひ実践してみてください。では早速やっていきましょう。まずは一つ目です。床に寝てもらい、壁に足をつけてください。この時点で股関節が辛い方は壁から体を離し、股関節が辛くない位置まで持っていってください。そしたら軽く手でサポートしながら片方ずつゆっくり胸の方に近づけていきます。無理のない程度で近寄せてください。これで30秒キープしていきます。反対側もやっていきます。2つ目です。今度は足を伸ばします。この状態で負担が足りない方はもう少し壁の方にやってください。この時に太ももの裏や股関節に痛みがないか確認してください。膝が曲がる方は手で少し押さえながらまっすぐにしていきましょう。この時も無理なく伸ばせるところまでで大丈夫です。この状態で30秒キープします。そしたら今度は足を開いていきます。この時にお尻の骨が床にしっかりついているか確認してください。できる範囲でゆっくり開いていってください。膝が曲がる方は軽く支えてまっすぐになるようにして30秒キープします。3つ目です。もう一度膝を曲げた状態にしてからゆっくり足を開いていきます。これも開ける範囲でいいので開き切ったところで30秒キープしてください。いかがでしたか？毎日取り組むことが大切になりますので、お風呂上がりに少しの時間を作ってやってみてください。内容は以上になりますが、当院のホームページや LINE の登録が下の概要欄から登録することができますので、ホームページの内容を見たり LINE を登録することで健康情報を配信しておりますので、ぜひご活用していただければと思います。あと一緒にチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。